東京都内では弾道ミサイルの発射を想定した住民の避難訓練が初めて行われました。ミサイルの発射を知らせる J アラートが防災行政無線などから流れると、住民らが地下の施設に避難していきます。東京文京区で行われた訓練は、弾道ミサイルが日本に飛来する可能性を想定し、周辺の住民や関係者などおよそ350人が参加しました。近くの遊園地でも稼働中のアトラクションを緊急停止させた後、職員が客を避難場所に誘導しました。